今日から第3クールに入ったドラゴンズの沖縄キャンプ。シートバッティングでは根尾昂投手がおとといに続いてマウンドに上がり、打者5人と対戦しました。また午後からは CBC テレビの松並慶三社長が一軍キャンプ地のアグレスタジアム北谷を訪れ、立浪和義監督に激励金を手渡しました。